輪っか内市の午後1時の気温はマイナス1.9度。大啓示で行われた水ごりには、この日のために戸前町の寺から招かれた住職が下帯姿で現れ、内輪太鼓の音に合わせて勢いよく水をかぶりました。住職は念仏を唱えながら何度も水をかぶり、1年の無病息災を祈りました。 集まった人たちはご利益があるといわれる神聖な水をペットボトルなどに入れて持ち帰っていました。